日本の皆さん、こんにちは。アメリカの皆さん、こんばんは。そしてヨーロッパの皆さん、おはようございます。人生100年時代、元祖、ポートフォリオワーカーのマダム法です。ポートフォリオワーカーというのは、本業、副業、投資、そして企業、このように複数の収入を持つ、心と時間が自由な生き方。これを私は25歳で介護貧乏になった時から実践しています。 今日は皆さんになぜあなたの願いが叶わないのか、どうすれば願いが叶うのかということを前半と後半の2回に分けてお話をしたいと思います。まず今日の前半ではあなたの願望成就しない理由、そしてどうすればそれが成就するのか、願いが叶うのかということ。 そして、えー、次回の動画の後半では具体的に私がしていることについてお話をしたいと思います。ではまず今日のなぜあなたの願いが叶わないのか、なぜ夢が叶わないのかということについてお話をしたいと思います。これはあくまでも私個人の 体験談です。ですけれども、私が25歳で介護貧乏になって、29歳で最初の1億を作って、その後ずっとミリオネアで富裕層でいるっていうことは、多分、たとえ結果に個人差がある、各自のとかって言いますけれども、私がここまでやってきたわけですから、私にできて、あなたにできないことはないと思ってるんですね。このあたりが、アメリカで教育を受けた、 超ポジティブなマダムということで私から学んでみてください。では、えー、早速話に入ります。まずね、皆さんも、えー、ソーシャルメディア、日本語では SNS って言うんですが、あれ、外人に SNS って言っても通じません。あれは和製英語なんですね。英語ではソーシャルメディアって言います。そしてこのソーシャルメディアの Facebook、 ですごくいい機能があるんですよね。Facebook さんっていうのは、毎日、何年前のあなたはこの投稿していましたっていうのを上げてくれるんですね。で私は、やはり Facebook はもう10年以上やっているので、この毎日同じでも、多分毎年投稿していたら、10個の私の投稿、過去の投稿があるんですねで。中にはやはりそれを見て、あ あの時の私ってこういうこと考えていたんだとか、まあ、あれから比べたら成長したなっていう、すごく感銘深い気持ち、毎朝あれを見ると感謝の気持ちで一日が始まる非常に良いエネルギーになっているんですけれども、その Facebook でこういう投稿が出てきました。あれは私が仕事で、 サンフランシスコの金融街に行った時の仕事なんですねあの。投稿なんですね。で、それでは、この私のクライアントの企業の会議室の窓から、あの、サンフランシスコご存知の方、 もしお好きな方がいらっしゃるとご存知なんですがサンフランシスコの観光客に一番有名なスポットというともちろんゴールデン・ゲート・ブリッジあの赤い吊り橋ですよねですけれど金融とかの大好きな私にとってのサンフランシスコのシンボルは絶対にトランスアメリカビルなんですよこの三角水の形をして今でこそもうちょっと低くなったんですがやはり私が学生時代はあれが多分サンフランシスコでは一番聖高ノッポのビルです すごく憧れだったんですねでそのトランスアメリカビルを写している私の写真が載ってたわけなんです。でここで気が付いたんですね。やはり学生の時の私っていうのは当時ロサンゼルスはまだまだチャイナタウンもそれほどじゃなくってやはりチャイナタウンといえばサンフランシスコでしょう。でロサンゼルスはまだヤムチャがなかったんですよ。ですからヤムチャの大好きな私はわざわざ 真夜中に車を飛ばしてやっぱり学生ですからねわざわざヤムチャを食べるために飛行機には乗れなくってまあ,あの友達特に男の子とかアッシーくんですよね昔で言う運転をしてもらってだいたい4人ぐらいの仲間であの深夜 延々と高速道路を飛ばして、サンフランシスコに朝着いて、ちょうどブランチにサンフランシスコのヤムチャを食べて、で、私の大好きなごま団子をまた買って、で、またロサンゼルスに帰ってくるという、そういうことをやってたんですね。で、その時からいつも私はサンフランシスコのダウンタウンに来たら、トランス、アメリカビルを見ると、わー、サンフランシスコだーと思ってて、で、その、 金融街の中を通ってチャイナタウンに行くんですが、その時にいつもこの道路ですよね。地上から私はトランスアメリカビルを見上げてたんですね。すごいなあ、このビル。こんなところにお勤めをしている人たち、まあ、金融マン、金融エリートがいるんだ。すごいなあ。なんか世界中の金融業界の企業のもう超エリートの駐在員はここにいるんだろうなとか、そのことを思ってたわけですね。あの時の私は、 まさかその後自分が独立してそこにいるとは思ってもみなかったただ単なる憧れだったんですね。でそれもそのトランスアメリカビルよりもまあ後にできてるからそこよりもあのビルが高いんですけれどもそのトラあれだけ憧れていたトランスアメリカビルを見下ろす高さの会議室にいる私。 ここなんですね。ですから何を言いたいかっていうとなぜあなたの願望まあ憧れ夢願い事が叶わないかってここなんですよ。皆さんが多分思っている願い事憧れ夢っていうのは今のあなたの生活のレベルの中のあったらいいな。 こううななっったらいいなっていてその程度のもののもなんです、まあ、その程度っていうとすごく語弊があるんですが例えば社会を上流中流下流でまあこの三段階に分けるとしますよねで私も含めてみんなみんな中流階級なんですけどですから中流階級の私たちが考えて憧れる中流の夢っていうのはやっぱり中流なんですよだからかなわない そうじゃなくって、まあ、これは脳科学的にも脳は当たり前だと思ったことは怠け者ですから叶わないんですね逆に今の私の現実と私が憧れている意識をするものにものすごいギャップがあった時に脳はパニックになってなんとか叶えなきゃねっていうことで働き出すという説がありますそれで何を言いたいかっていうとですから 学生の時の私が地上からトランスワールドビルを見てすごいな。これは多分同じ、まあせいぜいサラリーマンになって、ちょっとサラリーマン、エリートサラリーマンになって、あそこに行ったらすごいなっていうそのレベルだったんですね。ですけれど今はまさかの世界に入ってるわけですね。そうするとそれが叶うっていうか逆にもそれを叶って、 学生の時の憧れの自分を通り越えている自分がいるっていう、ここなんです。ですから皆さん、ここでのポイントは、今皆さんが思っている範囲内の願い事は多分叶いません。いくらアファメーションをしても、いや、お金はすい,すい,あのすいてる人しか来ませんから、お金は嫌いにならずにお金を好きになりましょう。お札の あの紙幣の顔はこっちに向けてねとか長財布ねあんなの一切ナンセンスですあんなくだ馬鹿げたことを言う人無視した方がいいと思いますそうじゃなくって今私が言ったようにあなたがせいぜい今のあなたのレベルで願うこと憧れてること夢は一切叶わないんですねそうではなくってだからよく箱の外に出て考える think out of box って言いますよね。think out of box だから箱の外に、すなわち自分で作っている限界、自分で作っちゃった塀、フェンスを越えて、それぐらい dream big, think big. っていうことで大きくでっかく考えましょうっていうそうすると叶うよっていうことがあると思うんですですから、まあ、私も25歳で介護離職介護貧乏しましたあの時私はもう私のキャリア生命終わったと思ったんですねそして私は負け組って思ってあの同じ学部の卒業生の友達はみんな病院勤めをしてまあせいぜいそこの主任とかにだんだんなっていくわけですよねで 彼ら彼女らが今君何してるのあなた何してるのって言われたら、まあ、みんなはもうあの介護離職クビになったってことは知ってるのでますます知りたいわけですよクビになって今何してるのってそんなの聞かないで恥ずかしいとかって感じでもう医学界じゃないのよ私はあの大学でもなくってビジネスの世界会社勤めなのなんて恥ずかしくて言えなかったんですよ 本当に口が裂けても言えない「うんんとなく」とかってこうお茶を濁してたというか言葉を濁してそれぐらい私はもう自分が負け組で恥ずかしかしったんですねただそれサラリーマンになるとかビジネス界に入るあと投資家になるっていうのは思ってもみなかった世界なのでやっぱり私にとったらあれら全ては負け組っていうレッテルを貼ってたんですが違ったんですね皆さん。 先入観はは持ってはいけませんオープンマインドで素直にそしてその道を真剣にやったらある時気が付いたらあの時の夢を超えていたそして今度は自分の出身学部の理事に招かれてまああ,のあれほどなりたかった大学の教授の上を行く。 スステータスになっってしまったでそうするとあ教授っていうのも結局サラリーマンだ雇われの身なんだっていうことが 分かっっちゃったわけなんですよねやっぱりいくら教授って言っても結局は学部長とか学長に嫌われたらもう出世はできないしあと論文もせっせいせっせいと書かなきゃいけないだけどまあこの科学的エビデンスとか論文の世界もこれまたいろいろとあるんですねそういうことが分かってきたので本当にあの学生の時の思い込みもう私の世界一生はこのキャリアのこの道だけってあれが まあ親の病気で介護離職介護貧乏になったおかげで本当に良かったなと思うんです。ですから今日の話をまとめますとなぜあなたの願いが叶わないかそのお金持ちになりたいとかいい人と結婚したいとか子供が欲しいとかなんか家が欲しいとかあの世界に旅をしたいとかなんかあると思うんですがそれが叶わないのはあなたの願っていることは今のあなたのレベルで 考えれる最高のレベルのことをあなたは言ってるから、いくら経っても叶わない。もうお札をちゃんとアイロンかけて、あの、紙幣の方向を同じにして、そしてお金を嫌う人には来ませんっていうか、お金は大好き、大好き、大好きって、でも毎日アファメーションしてもダメです。やればやるほどあなたの願いは叶わないし、遠のくんですね。そうではなくって、全く違うことも なんだろう思いもかけないことを例えばサラリーマンの奥さん庶民の方であれば今103万円の壁とかありますよねそんな103万円なんてちっぽけなことを言わずにいいじゃない103万円で申告しなくて手元に103万円残るよりも1億稼いで半分税金に持っていかれても5,000万円手に残った方が103万より5,000万の方がいいじゃないみたいな。 そういう考え方をしてほしいんですね。ですからあなたがこれ頭のブレイクスルーって言いますけど頭と心のブレイクスルーをしない限りはあなたの考え願い夢は叶いません。はい今日はここまでです、まあ。今日のお話はすごく衝撃だったと思うんですね。もうどこにも巷またにあるようにあなんか感謝の心とかポジティブエネルギーで お金はあの空いてくれる人のところ来ませんとかそういうアホなことをマダムが言うと思いましたかそんなことはありません私の場合は全て地に足がついたいくら風の世界だ風の世界だって言っても木枯らしに吹き飛ばされるような弱い心の人はだめなんですよたとえ嵐が吹こうとしっかり地面に根を生やして絶対に自分は倒れない どんなな人も私を倒せいいって思うぐらいでだけどあなたの考え以上の世界全く知らなかった世界に行く、まあ、それを知らない世界だから空想もできないんですよね。本当に病院勤めとか大学で教えることしか考えていなかった私が自分がコンコルドに乗って。 ニューヨークからパリまで3時間で飛ぶ自分がいるなんてあの時は全くも思わなかったもうコンコルドなんて憧れのまた憧れのなんか夢のまた夢みたいだったんですがそれを日常生活にすることができる人がいるわけですよねであの人たちができてあなたにできないことってないんですよすべてはあなたの考え方一つです はい。今日はここまでです。では、次回の動画では、具体的にじゃあどうやったらそれを叶うのか、私が実践した具体例をあなたにだけシェアします。はい。今日はここまでです。どうもありがとうございました。ではまた次回、ごきげんようさよなら。